い、ありがとうございました。ありがとうございました。久保田青年会の皆さん、大きな拍手をお願いいたします。お疲れさん、盛り上げていただきましたね。はい、やっぱり気持ちいいですね、はい、まさににらいかないっていう感じですよね。いいね、行かないステージってこと。そうですね。いや、にらいかないに行ったかのような気持ちだなという、ね、はい、はい、ではお話伺いたいと思います。はい、はい、はい、久保田青年会の代表の方、お願いします。はい、お願いします。よろしく。さあ皆さん、この後もまだまだフィナーレのステージ大取り待ってますからね。席を立つのはまだ早いですよ。まだよ。ここからさらにスペシャルコラボなステージありますから。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ疲れたね。名前聞いていい？自分はすみません、久保田青年会の会長をしております、八木レオンと申します。はい、八木レオンさん、はい、はい、お疲れ様でした。迫力満点だね。大太鼓、はい、うん、どうでしたか今日の演舞は。そうですね、うん、やっぱり見てるお客さんがすごい、ヒーローインタビューみたいな、さよならホームラン打ったみたいな感じ、アスリートみたいな感じですよね。もらってたよ、うん、やっぱり自分たちのチームを支えてくれたファンの皆様。ああ、じゃあそうしたか。ちょっとそこに寄せそう。これ完全にヒーローインタビュー。うん、びっくりした。坂本隼人かなって思ったの。ちゃんとできるね。イケメンだしね。はい、うん、まあ本当そうですよ、うん、自分たちの地元のファン、いや地元じゃない久保田青年会のファンなどいろいろ来てくださって、うん、やっぱそのために自分たちも踊れてるというか一生懸命頑張ろうって思うので、はい、皆さんこれからも、ご支援と、うん、ご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ね、今日はこのね、にらいかないステージでいろんな芸能、沖縄市、はい、そしてね、沖縄市以外の県内の芸能、さらには県外からもいらしてますけども、はい、やっぱりね、こう沖縄市のこう地元の青年会がねバシッと決める、これやっぱ気持ちいいですね。あ、もう何も言えない、何も言えない、はい、びっくりした。この金メダル取ってますよ、水泳で。平泳ぎ、ね、名前が出てこない。北島康介。北島三郎。三郎じゃない。康介ね。はいはいはい、よかった、ごめんね。はい。お前舐めてるのか。すいませんでした。久保田青年会、まあね、いろんなところで活動してると思いますけども、全頭も終わって、はい、でどうですか、今年度これからなんか今度こちらでやるよみたいな活動とかもあるんですかね。うん、近々は、あ、うん、11月の24日の方なんですけども、はいはいはい、日曜日の、うん、この日ゲート通りで国際カーニバルでしたっけ。はいはい、国際カーニバル、まあ、ゲート2フェスタみたいなのやってるんですけども、うん、それに参加することに決定しました。ああ、決定した。はい、国際カーニバルでまた見れる。はいはい、何団体か沖縄市の青年会で日中年を開催しますので、うん、よかったら皆さんもぜひお越しください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで久保田青年会の皆さんでした。改めてありがとうございます。お気に入りお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あとね、まあ、チョンドラ、かわいいチョンドラもね、だからよ、ちびっこもいてね、かわいいわですよね。ありがとうございます。ありがとうね、うん、兄さんかわいい、かわいいって思ってるけどね。兄さんアランド。兄さんかっこいい。かっこいい、会長はね。はい、ありがとうございます。